ビューティフルカーの手入れしてたらここまではなんないですか、ね、やば全然違うじゃないですか。綺麗になってますね。全然違う。皆さんこんにちは。ビューティフルカーズ洗車チャンネルの桃香です。あつしです。このチャンネルは全国に8店舗とオンラインショップを運営する洗車と磨きコーティングのプロショップビューティフルカーズがお送りしているチャンネルです。はい、今回はですね、皆さんに皆さんにホイールの洗い方をご紹介していきます。ビューティフルカーズ洗車チャンネルは普段ですね、このような車もタイヤもホイールもこんな感じで、もうこれ走っててまだ洗ってないんですけど、こんなにピカピカにですね、綺麗に保つ維持方法をご紹介しているんですけれども、今回はですね、なんと汚れてしまっているホイールを入手できたんですよ。ちょっと私がお借りした台車でですね、こちらこちらこう黄ばんでしまっているこのホイールですね、私がお借りしたディーラーさんの台車なんですけれども、普段もちろん手入れされていると思いますし、綺麗にされていると思うんですけれども、多分この黄ばみは落ちないともしかしたら思ってらっしゃるかもしれないので、今回は皆さんにこれを綺麗にする方法をご紹介しつつですね、こうならないために普段の維持をどうしていったらいいかをご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、はい、どうも、あつしです。はい、はい、今日使うものですね、ビューティフルカーズのオンラインショップで販売しているコロイドクリーナー、はい、こちら、そして果実酸クリーナー、はい、まあ、あとはスポンジとかスポンジ、ブタケのブラシ、はい、ちょっと、まあ、なくてもいいんですけど、これも使うかもしれません。固めのブラシ、はい、あとはマイクロファイバークロスの使い古しのものです。はい。やっていきましょう。ちょっとこれだけ、はい、はい。お願いします。はい、今回も。また純水器。純水器。まあ、僕らですね、水道水は使いません。はい。で使いませんとか、ちょっと最初は水道水でいいんですけど。はい。まあ最後は純水ですね。はい。水道水に含まれている水染みの原因になるカルシウムやマグネシウムやシリカといったものを取ってますね。はい。はい。はい、じゃあまずね、これまずは普通に1回コロイド洗浄剤で洗っていきます。いきなり果実酸クリーナーで洗うとですね、表面についた砂とかそういうもので汚れを、傷を、ホイールを傷めてしまう可能性がありますので、コロイドクリーナーをかけて、はい、タイヤもね、洗えます。タイヤもホイールも大丈夫です。よいしょ。この豚毛の小判ブラシ、はい、ホームセンターとかね、入ってますね。モノタロウっていう、こう工具を置いてる通販サイトとかで売ってますからね。はい、私たちはインダストリーコアさんのものを使ってます。そうですね、大体500、600円ですね。うん、売ってます。靴磨き用のブラシとかもある、まあ売ってるんですけど、あれ結構ですね、大きくて使いにくいんですよね、ここが木の部分は。はい、ただね、この前発見しましたよ。何ですか？うまけでしたけどね。うまけ、はい、ちょっと腰が弱いんですけどね、うまけは、うん、なんかダイソーで300円で売ってましたよ。しかも大きさがね、なんかこれに近いの。そういいですね。そう、なんか結構いいかもしれない。代用できました。まあ、コロイド洗浄剤、タイヤが汚いんで、はい、タイヤのファイバークロスで、はい、そしてこのホイールもですね、はい、こう洗っていきますよ。で、そうですね、やはりね、傷つけないように、傷つけないように、まず砂とかをね、ざっと取るわけですけど、はい、もうこの黄ばみは取れないですね。うん、長年の間にね、ついちゃってますね。あれですね、もうこびりついちゃったんですよね、ほら、うん、ね、わすごい、全然取れないですもんね。この黒い汚れはね、今落ちてね、だいぶ落ちましたけど、あとこういう隅々もね、こびりついちゃってブレーキ出すと、はい、落ちないんですね。で、まあこういうところはね、さらにね、例えばコロイドを使ってね、このマイクロファイバークロスでね、はい、こうやって落とせばだいぶ取れるんですけどね。おー、だいぶは取れるんですけどね、すごい取れてきてます。だいぶ取れますけど、ちゃんと取れませんよね。うん、まあこうなっちゃうわけですよ。残りますね。ね、でも改めてちょっとうちの、あのホイール見てください。そうならない。そう。もうビューティフルカーズそうなってないので、はい、なかなか皆さんからね、うん、助
参考にならねえなと。そんな最初から綺麗なホイールを洗ってても参考にならねえよと言われてましたので、今日はとても参考になりそう。良いホイールが手に入りました。ね。ビューティフルカーの手入れしてたらここまではなんないんですか。ね。本当は果実さん来るんじゃなくていきなり洗えばね、すごいってなるんですけど、やっぱり基本に忠実にね、やんないと一回ね、一回コロイドで洗わないとね、傷つきますから。でまたこのコロイドでと果実さんクリーナーの効き方の違いもね、分かりますから、分かってもらえますからね。すごい、この汚れをコロイドが浮かして落としてくれてます。そうですね、これも結構これだけで洗ってても本当はコロイドって綺麗に保てるものなんですが、さあではね、ここからね、果実さん使っていきますので、はい、うわでもだいぶこの黒い汚れがね、普通の黒い汚れは落ちるんですよね。落ちてますね、ダストの汚れが。はい、おただの黄ばんだホイールただの綺麗に黄ばんだホイールになりましたね。そうですね、ちょっと半分半分でいってみますか。はい、はい、そしたらね、このマイクロファイバークロスもちょっとこれしっかりしすぎましょうね、はい、あのコロイドがついてますからね。じゃあ、出ました、果実さんクリーナーをね、半分違うこうね、これもったいないからビュって全部こう引いてないですよ、でこう泡でね、出ますんで、こんな感じね。はい、もうなんか色が変わってるんですよね。なんかすでにね、落ちてきてますね。あとこのマイクロファイバークロスでね、優しくね、撫でてあげると、まずこの黄ばみはほらもう取れてる。お動画でわかるのかな。やばこっち側の黄ばみとこっち側の青光り加減が違いますね。うん、うん、こうやって見てるとわかる。感じでね、もう軽くしかやってなくてももう違いますね。違いますよね。やば。そしてこっからのこの隅々のね、思いのほかついているこの食い込んでいる10分ですかね、これはブレーキ出すと、ブレーキ出すとこれはちょっとね大変だと思う。完璧には取れないかもしれないけど、でそういう時は今みたいにまた付け出すんですね、はい、ただそのままゴシゴシ擦ってもね、ただそのままゴシゴシ擦っても、はい、なんて言いますか、もう洗剤が反応し終わっちゃってるんで、洗剤の力でちゃんと汚れを落とさないと。そうですね。あと今やってて気づきましたけど、これタールピッチムーバー、タールピッチも飛んでますね。あ、そう、黒いつぶつぶ。この黒いつぶつぶ、一部タールピッチです。タールピッチリムーバーは6番の缶の。これ同じスポークのとこでやってるとこれ分かりやすいですね、明らかにこんなに違う。あんまり力はね、いらないんですけどね、あ、取れますね。一回で取れないときはゴシゴシ擦るんじゃなくて洗剤をつけ足しちゃうのね、はい、汚れがこう分厚すぎて上の方としか反応してないからってことですか。そういうこと、表面としか反応しないからそうなるって、ね、これ半分だけ綺麗にして返したらえーってなる多分びっくりした、どういうこと、はい、うわーすごい、これお店に飾りたいぐらい全然違う半分、はい、はい、いやもうこれは分かりやすいですね、はい、で裏側、はい、裏側もね、半分ね、こっち側 ね、はい、こっち側ですね。果実さんクリーナー結構こういうところで効力を発揮しますからね。そうですね。ただこのホイールは普通のシルバー塗装のホイールなので使ってますけど、あのこれ酸性の洗剤なので金属と反応してしまいますから、はい、
まあ、金属と反応するんでこうやってね鉄粉の黄ばみが落ちるわけですから、うん、なので、高輝度塗装と呼ばれているね、はい、一見金属みたいに見えるような塗装とかね、はい、あとキラキラのメッキみたいなね、うん、スパッタリング塗装とかね、はい、またはもうポリッシュ仕上げのホイールとかね、あとはアルミの、はい、切削仕上げにクリアが乗ってるだけでそのクリアがちょっと傷んでるかもしれないみたいな塗装はね、うん、変色する可能性がありますから、はい、おすすめしませんよ、はい、目立たないところでただうまく使えばね金属が直接出てるわけじゃないので、うん、本当のポリッシュの金属が出てるホイールもありますけどね、はい、そういうのはもうそもそも常に磨き続けなきゃいけないので一般的にはないので、うん、大体使えるんですけど目立たないところでねよく確認してからね、はい、やってくださいね。あとすぐ流すとかね。そうですね、反応させ続けちゃうとちょっと危ないやつだったら すぐ流せるような状況でやってもらった方がいいです。境目ができてますもんね、ここだって、うん、もう十分綺麗なんですけど。そうですね、ここまで綺麗になるとは、うん、ブレーキダストがこう長年のこれ7年、8年ぐらい経ってる車のね、はい、そうですね、ホイールですからね。16万キロ走って、うん、してるところでね、ちょっと硬い、これ硬いブラシなんですよ、オートグリーンさんのね。はい。こういうところ。傷がね、うんうん、ついても大丈夫っていうか。うわ、めっちゃ綺麗になってるじゃないですか。はい、洗剤を反応させながら、うん、こう擦るというかこうツンツンツンする、ここねザラザラしてるでしょ、はい、だからこう汚れが溜まりやすいんで、ザラザラのところに溜まっちゃってるんですよ、汚れが。なのでツンツンって感じで、ね、あ、これブリヂストンのホイールなんだ、汚れが取れてブリヂストンの B 出てきた、ね、適当でいいと思うんですよ。はい、よし、こんな感じかね。はい、やば、全然違うじゃないですか。はい、半分でちょっとここからがもう止まっちゃってるんだね、うん、おそらく。あ、その上で、あれもやりますか。ちょっと一回、水気をしっかりちょっと取ります。はい、すごい。よいしょ。そしたら、こういうね、プツプツがちょっと気になるので。こういうプツプツですね。これとか。触るとちょっとザラッとしてる。タルピッチリムーバー。はい、タルピッチリムーバー。よいしょ。タルピッチリムーバーをこのクロス、乾いたクロスにこういう風にですね。はい。出してですね。これ映れますか。これ。これを。あ、ちょっと力をどうだ。アスファルトがね、はい、ついてだいぶ時間経ってるんですよ。なんかカッチカチになってる、ね、あれ、キチリムーバーでね溶かして、こんなもんですかね。はい、はい、そしたらあとはですよ、はい、いつものパターンで言うならばイージーグロスコートなので仕上げた方がいいですよね。そうですね、こうなってですね、タオルを濡らして
これもボディに使っているコーティング剤ですね。タイヤにここにちょっとシュッとかけて、はい、タイヤもこうこれでね綺麗になるので、ね、汚れが。あ、ちょっとした汚れが。で、あとはこうワンパの感じでイージーグロスコートなのこれでこう拭き上げてあげると。おお。すごい。汚れがつきにくくなります。はい。一応この手入れの仕方を毎回ビューティフルカードの車のタイヤとホイールはやってますの です、ね、自然なツヤで生地が長持ちしてま す、ね、タイヤワックス塗ってないですね。よりなんかより自然な感じに保ってますから、仕上がりチェック。仕上がりチェック。こちらがコロイド洗浄剤だけで洗った方ですね。で、こちらがコロイド洗浄剤と果実酸クリーナーで洗ってイージーグロスコートなどで拭き上げた方でございます。こちら隅々のところにいっぱいついてしまっていて、表面もちょっと黄ばんでしまっているんですけれども、こっちを見るとこの真ん中のところでも明らかに違うんですね。こっちを見ると新品のように綺麗になってますね。こことかも全然違う。裏とかは裏に関してはもう文字のところが全然ここに溜まってた汚れがこっちは綺麗になってますし、あと黄ばみですね。同じく黄ばみが果実酸クリーナーを使ったところと使ってないところで違いがあります。はい、はい、そしてちょっと見ていいですか。イージーグロスコートなのをかけましたので、はい、もうね、水のねこれも全然違いますね。そうです ね、水を弾いたから偉いってわけじゃないんですけど、汚れのね、うん、わわわわこっちは汚れ全部に引っかかってピターっとしてますけど、うん、こっちは汚れてないからこう水が自然にかけていってます ね。一回こうなったらあとはもう綺麗にね今後保ちやすい、うん、はい、はい、ということで今回は果実酸クリーナーの威力がすごい分かった回でしたね。はい、ということでビューティフルカーズの果実酸クリーナーを使ってですね、この黄ばみ、ホイールの気になる黄ばみっていうんですか黄ばみがねこんなに綺麗になりましたよ。 これが本来の姿です。この子のすごいピカピカで、一回こうなったらビューティフルカーズのコロイド洗浄剤で洗車の時に洗ってあげればずっとこの状態を、こうなる前にこの状態で綺麗に保つことができますので、ぜひ皆さんもですね、取れない黄ばみは果実酸で綺麗にして、あとはコロイド洗浄剤で綺麗に維持していってみてください。ということで今回の動画面白かった、参考になったという方はぜひチャンネル登録と高評価と通知のオン、あとコメントもお待ちしておりますのでぜひお寄せください。ということで次の動画も楽しみにしていてください。はい、タイヤを車に装着してみました。外で見るとすごい青びかりしてとっても綺麗なんですけれども、反対側、そうタイヤもすごい乾いてもこういう感じで綺麗ですよね。ピカピカで、反対側はどうだったかというと、こう黄ばんでますね。やっぱりタイヤもちょっと茶色いブレーキダストの汚れがついているのと、やっぱりここですね、隅々もブレーキダスト溜まってますし、何より全体がちょっと茶色っぽいような黄ばんでしまっているような感じです。こうやって見ると全然違いますね。そして隣に止まっているのが同じ時期のルーテシア、こっちは RS ですけれども、こっちのルーテシアのホイールも9年前からずっと履いているホイールですが、あの手入れをですね毎回洗車の旅にしているので、こんな感じでとっても綺麗、9年丸9年経つとは思えないような綺麗さを保っております。なのでホイールが綺麗だとこんなに車の印象がね、こっちがピカピカなホイール、こっちがちょっと黄ばんじゃってるホイールと
全然違います。でもこっちのルテシアもホイールがピカピカなんで、こっちから見るとね、印象が違いますね。ぜひ皆さんも同じ方法で、お困りの方はぜひ同じ方法で綺麗にしてみてください。